ジャン・アシル・ベヌビルは、フランスの画家である、イタリアの風景画を描いたことで知られる、パリで生まれた。弟に、宗教画や、オリエンタリズムの絵画を描いた画家、フランソワ・レオン・ベヌビルがいる。フランソワ・エドアール・ピコに学んだ後、レオン・コニエに学んだ。パリ近郊やコンピエーヌ、コンテーヌ・ブローなどの風景画を描いた。1834年に初めてサロンド・パリに、出展した。 1837年のローマ賞の歴史風景画部門に出展しにいいとなった。1838年から国外を訪れるようになり、1843年にジャンバティスト・カミー・ユコロウとローマを訪れて風景画を描いた。1845年にローマ賞を受賞した。この年弟のフランソワ・レオンは歴史画部門のローマ賞を受賞した。 ローマ賞の小学制度で在ローマフランスアカデミーで3年間学び留学期間が終わった後も1871年まで30年近く作品をフランスに送りながらローマで活動を続けたパリに戻った後も1975年にはオランダを旅している指導を受けたコロウの風景画の影響を受けていたがより繊細なスタイルの風景画を描いたとされる 息子のピエールとレオンはは建築家となった。ありがとうございます。